手を組もうってのかい？どうしてそうなる？バカなこと言わねえでくれよ。俺一人で奴らを追いかけるんだ。あんたの手は借りないよ。あんたの目論見だから腹が立つんだ。俺自分でやるぜ。インディオに会ってくる。疲れた。それ気持ちいい？冷たいな。妊娠中の妻に針を突き立てるなんて。エドウィナ先生がどうして俺を階段から突き落としたか知ってるか？俺が自分の部屋に来ないでキャロルの部屋に行ったからだ。どうして俺が鍵のかかってる部屋から出られたと思う？理由は簡単さ。ここにいるご立派なミス・マーサが鍵を開けといたんだよ。自分の部屋に来てほしいから。どうしてミス・マーサは俺の足をちょん切ったか知ってるか？そうしときゃ俺をここに置いてペットにできるからさ。武装な町に住んでるもんだ。いいね、いい出来だ。じゃあ取引に。話に持ちかけたのはそっちだぞ。俺はビジネスマンだぜ。そうだ、いいことがある。見慣れない奴がこの町にいるのを見つけて俺に知らせてくれたら50セントやる。なあ、いい加減にしてくれよ。鉄道はどうでもいい。俺はあの男がどこの誰か聞きに来たんだ。何にも知らねえんだったら初めからそう言ってくれねえか。あんたが怒り出さないうちに出てくんだ。疲れた？どんな感じだ？妊娠中の妻に針を突き立てるなんて。なぜエドウィナ先生が俺を突き落としたかみんなわかるか？俺がキャロルの部屋に行ったからだ。そもそもなぜ音楽室を出られたと思う？それはな、そのご立派なマーサ先生が鍵を開けたからだ。自分の部屋に来させたくて。なぜマーサ先生は俺の足を切り落としたかわかるか？俺をずっとここに置いてこき使うためだ。メキシコ人だよな。一体何の真似だ？ナチの総統閣下か？そうだ、入国書類見せろ。ああ国境だぞ。そうか。入国書類見せてやる。こいつだよ。戦場で戦ったんだ。お前なんか怖くないぞ。もうこそガキが。エドウィナ先生がどうして俺を階段から突き落としたか知ってるか？俺が自分の部屋に来ないでキャロルの部屋に行ったからだ。そもそもなぜ音楽室を出られたと思う？理由は簡単さ。そのご立派なマーサ先生が鍵を開けたからだ。どうしてミス・マーサは俺の足をちょん切ったか知ってるか？そうしときゃ俺をここに置いてペットにできるからさ。ボストン大会の時そいつが命令しやがった。反戦グループかなんかを排除しろって言うから俺はできないってことあった。言論の自由とかいろいろあるからって。そしたらその補佐官が私は大統領として命令しておる。俺は大統領？私はまたクソがスーツ着てるのかと思いました。ああそうか。まあ何にしても100歳まで生きたがるのは99のおやつだけだ。ごめんなメアリー、本当にいろいろ悪かった。